こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代大人のおしゃれの鉄則5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。こちらの動画はですね、もう完全保存版として、ぜひ皆さんにもですね、何度か見返していただきたいような、まあそんな内容になっています。僕自身も40代になったんですが、まあ実際にですね、30代と着こなしが変わったなとか、ファッションに対する考え方がちょっと変わってきたなと実感しているんですね。今回の動画を見ている方の中には40代の方も多いと思いますし、これからですね40代を迎える方、逆にですね40代以降の方もいらっしゃると思うんですが、今回の内容を抑えておくだけでだいぶですね今後の服選びの考え方が変わるかなと思いますし、自分の着こなしの基本的な方針が固まってくるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。僕自身今回5個の内容を考えながら、改めてこれはすごく重要だな、改めて自分自身もしっかりとここを意識しないといけないなというところを再認識できましたので、ぜひ皆さんも楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということでここからは具体的に40代の大人の男性に向けておしゃれの鉄則をですね、一つずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目、今回の内容の中で一番重要になってくるのは、一つ目の全てのベースは清潔感という項目ですね。まあこれはですね、当たり前のことに思うかもしれないんですが、40代以降の大人世代だったら清潔感というワードはまさに欠かせないものかなと思います。皆さんもそれは頭の片隅にはあると思うんですが、清潔感という言葉自体がだいぶふんわりしているので、じゃあ何をすれば清潔感が漂うのか、このあたりに正解が見出せないと思うんですね。ですので今回はこの清潔感を改めて言語化したいなと思っていますし、まあ、今回ご紹介するこれ以外の項目も全てベースには清潔感と密接にリンクしているところがあるので、まあ、なるべくこの部分をですね、わかりやすく解説したいなと思ってるんですけども、そもそも僕たち40代の大人世代は清潔感というところで言うと、まあ、10代20代がやっぱりピークで若々しさがあったんですが、徐々にそういったものが落ちてきていまして、今40代というところに来てるかなと思います。まあ、僕自身も実感しています。20代の頃に比べると体型も変わってくるし、肌の質感も変わってくるし、髪の毛のボリュームだとか、あとは白髪が生えてきたりだとか、額の面積が広がったりだとか、まあ、そういった髪の問題もありますし、あとは雰囲気もそうですよね。フレッシュな20代の頃の感じとはまた違ってきて、よく言えば大人っぽい雰囲気になってるし、悪く言えばフレッシュさというところに欠けてくるのかなと思います。このように20代の頃に比べると僕たちの清潔感は徐々に落ちてきていて、今に至るわけで、まあ30代の頃はまだなんとか20代のですね勢いを引きずりながら乗り越えることができたんですが、40代以降はちゃんと清潔感を意識するかしないかで大きな差が生まれてきます。これ50代の方、60代の方となおさらですね加速していくので、さらに大事になってくるかなと思うんですが、清潔感というところはある程度補ってあげることで40代以降の男性も素敵に見えやすいですし、おしゃれにも見えやすいかなと思うので、ここは意識が必要かなと思います。で、清潔感という言葉自体なんですが、実はこう清潔っていうのと清潔感っていうのはもう別物なんですね。まあ、清潔っていうところで言うと、毎日お風呂を入ったりだとか、お洋服のケアをちゃんとしてあげて綺麗な状態を保つだとか、まあ、そういった状態が清潔だと思うんですが、清潔感っていうのはちょっと違っていて、僕はですねもうちょっと空気感だとか雰囲気だとか、そういったものが清潔感というものに現れてるんじゃないのかなと思います。極論を言うと、すごい爽やかに見える人がお風呂に毎日入っていなかったりとか、お洋服を本当に10回に1度しか洗濯してなかったとしても、清潔感みたいなものは漂うと思うんですね。実際に清潔にしてるかどうかではなくて、あくまで雰囲気なんですね。この雰囲気はどういったもので構成されているのかというところを今回は具体的にしていきたいなと思ってるんですが、例えばお洋服に関して言うと色選びですよね。これなんかすごく重要で、清潔に見えやすい色とちょっとこう清潔に見えづらい色というところがあって、まあ具体的には皆さんも想像する通り白ですよね。ホワイトなんかは、まあ僕も T シャツホワイトですけども、清潔感を象徴するような色合いですし、あとは僕が着ている今ブルーのシャツですね。こういった
ったブルー系もすごく清潔に見えます。あとはブラックなんかもシャープに見えるのでスッキリと清潔感も漂うので、まあこういったものもおじさんっぽく見えたりだとか不潔に見えたりっていうことはなくて、割とスッキリと見える色なので清潔感の一部に入ってくるかなと思います。一方で清潔感が漂いにくい色というものもありまして、例えばブラウンですとかカーキですとかオリーブですとか、このようなちょっとこう土っぽさを感じるような色というのはおしゃれな好きな方にとってはすごくですね大好きな色合い、僕も大好きなんですけども、だけども清潔感という感覚で見てみるとやっぱりですねちょっとやぼったく見えやすかったりするんですね。まあ、この特徴は頭の片隅に置いておく必要があって、それを踏まえた上で清潔感のある色と組み合わせながらうまくミックスしてあげれば、これらの色も上手に使うことができるんですが、ブラウンだとかオリーブだとかカーキっていう色合いはそもそも清潔には見えづらいというところは頭の片隅に置いておくといいんじゃないのかなと思います。あとは服で言うと柄とかもそうですね。柄も無地と柄だったら無地の方がプレーンでシンプルでごちゃごちゃしてないので清潔感は漂いやすいんですね。そこに対して柄物ですね、ごちゃごちゃした柄っていうのは視覚的にもちょっとうるさく感じたりだとかすっきりと見えない場合が多かったりするので、意外と清潔感というところと連動してくるのかなと思います。例えば多色使いのチェック柄だとか派手な柄物のシャツだとか、こういったものってやっぱり清潔感というところで言うと無地のものには絶対的にかなわないんですね。ですので柄物も結構注意が必要で、清潔感というところを意識するのであればある程度無地から入るのが間違いないのかなと思います。そんなことを語っている僕自身が今柄物を着てるわけなんですが、僕が今着てるのはストライプ柄なんですね。ストライプというのは柄物の中でも縦のラインなので割とスッキリとした印象につながるので、割とですね清潔感に直結しやすい部分でもあるので、唯一例外として取り入れてみるのもいいかなと思います。まあ、特に僕が着てるのはブルーという清潔感のある色で、なおかつストライプ柄なので割と清潔感というところは担保できるかなと思うので、もし柄物が欲しいのであればストライプ柄を取り入れてみるのはいいかなと思います。まあ、それ以外にもファッションの項目でも様々な清潔感があるんですが、そのあたりは後ほどですねしっかりと解説をしたいなと思っているんですが、ファッション以外にも例えばヘアスタイルですよね。ボサボサのヘアスタイルだとか、あとは伸びきったヘアスタイルですね。僕自身ですね正直長めの髪型が好きなんですよ。本来は20代の独立したての頃はですね超ロン毛で肩ぐらいまであったんですね。それぐらい長さのロン毛をですねギュッとこう結んで僕はですね仕事をしていたわけなんですけども、長いヘアスタイルというのは年々似合いづらくなってるなって僕自身めちゃくちゃ実感しています。ちょっと気分で長くしてみるものの、なんか周りからの評判が良くないんですね。僕の奥さんとかも長いのよりも短い方が断然清潔感があっていいと思うよっていう風に言ってくれるので、やっぱり僕自身もそれは実感をしています。ヘアスタイルは長いよりも短い方がいいし、定期的にメンテナンスをすることも大事です。まあ、僕はサイドだとか後ろに関しては割と短めにしてまして、まあ、刈り上げるか刈り上げないかのギリギリぐらいのラインをですね割とですね定期的にケアをするようにしているんですね。まあ、1月から1月半に1度ぐらいのペースでしっかりと美容室に行って清潔感を意識することも大事ですし、肌のメンテナンスですね、先日の動画でも挙げましたが、基本的な日焼け止めを毎日塗るだとか、お風呂から出た後はオールインワンジェルを必ず塗るだとか、このあたりの基本的なスキンケアでもだいぶ差が出てくるかなと思うので、このあたりも清潔感の一部として意識をしていただきたいなと思います。何度も言いますが40代以降からですね勝負ですね。ここから清潔感の分かれ目、意識してる方は若々しく見えるし、意識してなかったらどんどんおじさんに見えてくるので、まあ、ぜひ根底の清潔感というところは意識をしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目の項目なんですが、着こなしはですねやや綺麗めを意識するということなんですね。この綺麗めという言葉はまさしく清潔感とかなり密接な関係があるかなと思います。まあ、これまでの動画の中でも何度もお伝えしているかなと思うんですが、ファッションアイテムの中には綺麗めなものとカジュアルなもの、この2つの方向性に分けることができるんですね。もちろん中間的なものもあったりするんですが、その中でもちょっと綺麗めなアイテムというところに振った方が大人の男性には似合いやすいんですね。それなぜなのかというと、先ほどもお伝えした通り僕たち自体の清潔感が年々失われていきますので、そこを服の力でカバーをしてあげるために一定の綺麗さは必要になってくるのかなと思います。
例えば分かりやすいところで言うと、ボトムスですね。ブルーデニムだとか、ベージュのチノパンっていうのは、これカジュアルなアイテムなんですね。一方で、綺麗めのアイテムといったら、スーツのスラックスみたいなものですね。こういったもの、センタープレスが入っていて、ストンと落ちるような綺麗なシルエットのものというのは、綺麗めなアイテムに属するかなと思います。さすがにスーツ用のスラックスをカジュアルで履くことはできないので、こういった雰囲気のものをもうちょっとカジュアルな方向に寄せたのが、ユニコでいう感動パンツですとか、スマートアンクルパンツですとか、あとはグローバルワークでいうところのアーバンスラックスですとか、グリーンレベルでいうところのオールマイイージーパンツですね。このあたりがまさしくスラックスの雰囲気を活かしながらもカジュアルにしたようなものなので、まあこういったものを使った方が便利かなと思います。ブラック系のイージーパンツですね。スラックス調に見えるんだけども、腰回りにはゴムが入っているものですね。あとはグレー系のイージーパンツなんかもいいと思います。このあたりは40代の大人世代は持っておくといいようなアイテムで、あとはトップスで言うと、カジュアルなものの代表格で言うと、T シャツですよね。T シャツ40代以上の大人世代でも全然着てもいいんですが、まあこういったものよりもちょっと綺麗めなもので言うと、ポロシャツですとか、半袖のニットですとか、このあたりの方が綺麗めなので、40代以降の方であれば、こういったアイテムを取り入れた方がいいと思います。T シャツを選ぶ際には、まあ後でお伝えしますが、いくつかポイントを押さえていただければ、40代以降でも T シャツ着ても全然いいかなと思うんですけども、このような綺麗めのトップスがあった方がいいと思います。他には僕が今着てるようなシャツですね。こういったものは綺麗めになるし、カジュアルなものだとスウェットだとかパーカーだとか、このあたりのですね、部屋着感のあるものっていうのは30代ぐらいまでは似合うんですけども、40代以降はある程度おしゃれの感度が高い人じゃないと、どうしてもおじさんっぽく見えてしまったりだとか、清潔感みたいなものが漂いにくいので、ちょっと難易度が上がるんですね。なのでカジュアルなアイテムというのは意外とですね、40代以降になってくると使いこなすのが難しいというところ、これは頭の片隅に置いていただきたいなと思います。一番良くないのは全身カジュアルってやつですね。これは散々僕の動画の中でもお伝えしていますが、スウェットを着てベージュのチノパン着て、スニーカーも本当に今すぐランニングに行けそうなものを履くだとか、まあこういった感じになるとすごく子供っぽく見えてしまうので、清潔感みたいなところが漂わないんですね。なのでアイテムも綺麗めなものを選んでいただくといいんじゃないのかなと思っています。もちろんデニムが好きな方はデニムを使うのもいいと思うんですね。ただデニムを使ったらトップスはシャツを着てみるだとか、足元はすごいこうカジュアルなスニーカーよりはレザー系のスニーカーを履いてみるだとか、まあそういった形でボトムスのカジュアルさを他のアイテムで綺麗さを足すことでバランスをとってあげれば結構大丈夫だったりするので、まあこのような形でやや綺麗めを意識するというところは、40代以降はすごく意識した方がバランスがいいかなと思うので、ここも覚えておいていただきたいなと思っています。続いて3点目なんですが、洋服の値段はメリハリをつけるというところですね。これもすごく重要で、僕の普段のチャンネルではユニクロですとか無印良品ですとかグローバルワークですとか、価格帯が中間よりもちょっと低めのですね、リーズナブルなアイテムをご紹介することが多いかなと思うんですね。おしゃれ初心者のうちにはそういったアイテムをうまく使いながら、なるべくコストを下げながらおしゃれを楽しむことが大事なんですね。ここの金額を一定数上げてしまうとハードルが高すぎて、そもそもおしゃれを楽しもうというモチベーションが湧かないので、まずはコストパフォーマンスを意識することが大事なんですが、40代以降になってくるとコスパだけだとどうしても清潔感がなかなか漂いにくいのと、重厚感だとか厚みだとか、僕ら大人世代だからこそ持っているような雰囲気とちょっとマッチしないことがあったりするので、ここもすごく重要になってくるんですね。ですので価格帯っていうのは全部を高くする必要は全くありません。抑えるところは抑えつつ、だけどもメリハリをつけてポイントポイントには投資をするということがすごく重要になってくるかなと思います。例えば具体的なアイテムで言うと、靴だとかバッグだとか、あとはアウター類ですね。コートだとか、ダウンだとか、このあたりに関しては、もちろんユニクロとかでも良いものが手に入るんですけども、ちょっと頑張って良いものを持った方がいいと思います。わかりやすいところで言うと、ユニクロ GU グローバルワークのちょっと上の価格帯だと、いわゆるセレクトショップのオリジナルですね。グリーンレーベルですとか、ナノユニバースですとか、シップスエニーですとか、ビューティー&ユースですとか、まあ、このあたりの普段の価格帯よりもちょっと上げて、セレクトショップのオリジナルだとか、もしくはそういった
ったショップの中で取り扱っているようなニューバランスのスニーカーですとか、コンバースのオールスタークップですとか、まあそういったスニーカーを専門に作ってるブランドだとか、バッグ専門のブランドのアイテムを買ってみるだとか、まあそういった価格のメリハリは非常に重要になってくるかなと思います。あとはですね、まあ小物もすごく重要なんですが、アウターですね。これはなぜ大事なのかというと、体の一番外側に位置するアイテムなので、ここにしっかりと投資をすることで、それ以外がユニクロだとか無印良品であっても高く見えてしまうっていうですね、錯覚を起こすことができるので、アウターには投資をした方がいいです。例えばコートだとかダウンだとか、このあたりですね、セレクトショップのオリジナルとかで買っていただけるとすごくバランスがいいと思います。で、価格帯を上げることで何が変わってくるのかというと、素材の質感だとかデザインの細かなバランスだとか、あとは時代の空気感をうまくミックスしてあるだとか、このあたりの全体のバランスがやはり価格帯が安いよりも全体的に底上げされるんですね。確かにそれらの差というのは微差であって、誰もが明確に分かるものではないんですが、そういった小さな差の集積が40代以降の大人の男性にとっては結構大事だったりするんですね。目立つような柄だとか色で明確な違いを出すよりも、素材の質感だとかデザインのディティールだとか、その服から漂う雰囲気だとか、そういったものの集積で違いを出していくということの方が40代以降の大人男性には非常に大事なので、シンプルに価格帯を上げるというだけでも清潔感だとか人との違いというところはすごく出しやすいかなと思うので、メリハリをつけた服の買い方というのが非常に大切になってくるかなと思うので、僕の普段の動画を見ながら、あ、全身ユニクロで OK なんだな、まずは最初はいいと思うんですけども、40代以降であれば、じゃあちょっと靴だとかバッグだとかアウターは投資をしてみよう、そういった考え方を取り入れるとだいぶ差が出るかなと思うので、ぜひトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、サイズ選びですね。これもすごく重要なんですが、サイズ感はちょいゆるサイズか、もしくはジャストサイズを選ぶというところですね。これもすごく重要なんですが、40代以降の大人の男性だと、どれぐらいサイズ感を大きく振っていいのか、もしくはタイトでもいいのか、ここはすごく重要になってくるんですが、まあ、僕たち大人世代になると、スタイルもですね、まあ人によるかなと思うんですが、20代の頃のようなシャープさを維持できている方はなかなか少ないかなと思います。ちょっと全体的にぽっちゃりとしてきたなとか、お腹だけぽっこりと出てきたなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあその中でどういったサイズを選べばいいのかというところで、個人的にはちょっとだけ緩めのサイズ感ですね。こういったものを選んであげた方が、うまく体型補正効果があるかなと思うんですね。例えばちょっとぽっちゃりめの男性が、かつてのトレンドアイテムであった細身のスキニーデニムだとか細身の T シャツを着るとどうなるかというと、体のラインが全部出てしまうんですね。お腹のポッコリさも拾ってしまうし、スキニーだともうピチピチになってしまうので、これは清潔感というところで言うとちょっと NG に近いのかなと思います。僕ら世代は結構タイトなシルエットに慣れ親しんでるところがあるので、20代の頃に好きだったタイトシルエットを未だにやってしまう方も少なくないかなと思うんですが、体型も変化してるし時代も変化してるので、ピタッとしすぎたものはなかなか似合いづらいというところ、ここはですね、しっかりと認識しておいた方がいいかなと思います。一方でワイドに振りすぎてしまうものも、これまたですね、なかなか似合いづらいんですね。トレンド感を強く出しすぎてドーンとワイドなボトムスを履いたりだとか、 T シャツとかもすごく袖丈が長すぎるものだとか、身幅が大きすぎるもの、着丈が長すぎるものを着るとだらしなく見えてしまうんですね。そもそも清潔感というところとだらしなく見えというところは相性が悪いので、まあ、サイズ感を大きく振りすぎてしまうのはなかなか難しいかなと思うので、それを考えるとちょっと緩めのサイズ感にしてあげることで、体と服の間に適度にゆとりを持たせることができるので、体のラインを拾わないんですね。ですので一定の清潔感は漂うかなと思います。あとは通常体型だとか痩せ型の方であれば、ジャストサイズというのもバッチリハマってくるかなと思うので、これも間違いないかなと思います。ですのでサイズ選びに関しては、ちょいゆるかジャストサイズか、このあたりを意識しておくと間違いがないかなと思うので、ぜひこちらもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、トレンドは否定せずに適度に取り入れるという項目ですね。結構ですね、40代以降になったらベーシックな着こなしだけでいいだとか、40代以降はトレンド不要っていう考え方もあるんですが、僕もなんとなくその考え方はよくわかるし、かつての僕はそういった主張をしていたんですが、時代もかなり急速に変化をしていく中で、変わらないベーシックなスタイルというものの価値っていうのはちょっと変わってきたかなと思います。時代の変化の波が結構緩
やかなうちはベーシックでもそれなりに見えたんですが、結構スピード感が速い中だと自分自身のベーシックだとか定番をずっと持ち続けてしまうと、結構気づけばそれが古臭く感じてしまうこともあったりするので、適度なトレンド感っていうところは結構40代の大人世代にも大事になってくるのかなと思っています。とは言ってもトレンド感をバリバリ取り込むというのはなかなか40代の大人世代にも難しくて、それをやったところで自分の周囲の中で理解してくれる方って本当にごくわずかしかいないかなと思うんですね。僕自身もファッションが大好きで、すごい凝った着こなしをすることもあるんですが、まあそういった着こなしを自分と同じ世代の友人だとか仲間たちが理解してくれるかというと、僕は理解はできないと思うんですね。自分にとって慣れ親しんだスタイルというのが40代以降の男性にはありますし、見慣れたスタイルは理解できるんだけども、それを逸脱したような最新のトレンド感のある着こなしに関しては、ついてこれないんですね。そうなると、ただの変わった格好をしてる人になってしまうので、僕自身も同世代の仲間が集まる場所だったら、あえてトレンド感バリバリのものは着ていかないで、他者が見ても理解できるぐらいのトレンド感に抑えることが多かったりするので、40代にとっては最新のトレンドは必要ないんですね。じゃあどれぐらいのトレンド感が必要なのかというと、ここでビジネス用語を出しますが、イノベーター理論でいうところの、アーリーマジョリティぐらいの立ち位置がちょうどいいんじゃないのかなと思います。一般的な感覚よりはちょっと早めではあるんだけども、決して早すぎないっていうところですね。まあ、ファッションの世界も流行の発信源というところがあって、ごくごくごく少数の超おしゃれ上級者の方々が流行を生み出すわけなんですね。その頃にはもう何やってんだか正直僕もわからないぐらいですね、ぶっ飛んだ着こなしに見えるんですが、そういったものが徐々に浸透してきて、おしゃれの感度が高い中級者以上の方々がそれに続く形で、そのちょっとした流行の兆しみたいなものを広げていくんですね。あ、これかっこいいじゃん。これかっこいいかもしれないな。ちょっと今までの価値観とは違うけども、アディダスのサンバなかなかいいじゃんとか、ワイドシルエットというのもタイトシルエットが全盛だった時代に、本当にごくわずかなおしゃれが好きな方の間で徐々に浸透してきて、ようやく僕ら大人世代でも、あ、こういったものがあるんだなっていうところまで広がりが出てきたわけなので、ごくごく少数の方々で共有されてきたものが徐々に下っていくという変遷を辿っていくわけなんですが、その中で早すぎず遅すぎずぐらいのアーリーマジョリティぐらいですね、これぐらいの立ち位置でトレンドを取り入れると僕はバランスがいいかなと思っていまして、具体的なところで言うと、シャツで言ったらバンドカラーシャツを取り入れてみるだとか、オープンカラーシャツを着てみるだとか、半袖のニットを着てみるだとか、サイズ感で言ったら先ほどお伝えしたようなちょっと緩めのサイズ感を取り入れてみるだとか、スニーカーだったらちょっとニューバランスは取り入れてみようだとか、アシックスはまだ早すぎるんですよね。最近はおしゃれ中上級者の間でアシックスが流行ってきてるんですよ。だけどもこれはちょっと早すぎるんですね。なのでトレンドの兆しが出てきて、徐々にそういったものが浸透してきていて、ユニクロだとか GU だとかそういったとこでも取り扱いがあるし、セレクトショップに行けば普通に置いてあるようなもの、そういったものを取り入れるっていうぐらいで僕はいいと思うんですね。早すぎるものはかえって危険なので、そういったものを取り入れる必要はないんですが、僕の動画の中で普段よくお伝えしているアイテムというのはまさにこのあたりをついてるんですね。そのあたりを取り入れていただければまず間違いがないかなと思うので、かつての自分が好きだったスタイルだとかアイテムだとか、それに執着しすぎずに今のトレンドに合ったものを適度に摂取していく、そして3年くらい経ったらそれも入れ替えていくっていうことをやっていただければ、古臭く見えることもないし、その結果時代とマッチしてるかどうかも結構清潔に見えるかどうかと連動してる部分もあったりするので、そこも含めてですね、トレンド感っていうところは適度に意識しながら楽しんでいただけるといいんじゃないのかなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人世代がおしゃれをする上で必ず意識していただきたい鉄則をですね、5つご紹介させていただきました。どれもベースは清潔感というところですね。ここがベースにありながら、その上にですね、綺麗めを意識することだとか、価格帯のバランスを取ることだとか、サイズ感だとかトレンド感だとか、こういったところが乗っかってくるというところをイメージしていただきながら、普段の服選びを考えていただけると、だいぶですね、40代の着こなしというのはまとまりやすくなってくるのかなと思います。コスパを意識しすぎずに、トレンド感も意識しすぎずに、
適度なバランスで自分なりの着こなしを楽しむというところが40代以降には非常に重要になってくるかなと思うので、ぜひ今回の動画を一つ参考しながら今後の服選び楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段なかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルだとかドメスティックブランドだとか専門ブランド、このあたりの知識に関しては僕がもう一つ運営してますこちら YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。こちらでは本当にユニクロ GU グローバルワーク無印良品とかはほとんど出てくることがなくて、割と僕自身が普段好きで買ってるものを紹介だとかそういったものが割と多めになっています。また週に1回はライブ配信やっていまして、皆さんと交流をしながらコメントにお答えする形でですねチャンネル運営してますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではおすすめのアイテム、コーディネートの解説だとか、そういったものをですね、毎日文章と写真をベースにしながら発信をしています。だいたい一記事あたり 1,2 分で読めるので、サクッとファッションを学ぶにはオンラインサロンすごく有効かなと思いますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。